アイスプラネット椎名誠。僕のおじさんはぐーちゃんという。津田幸男38歳、居候。僕の母親の弟だ。いつも母に怒られている。学生の頃に外国のいろんなところを旅していたらしく、気づいた時には僕の家に住み着いていた。そして長いことぐうたらしているから、いつの間にかぐーちゃんというあだ名になってしまった。でもぐーちゃんは変わった人で、そう言われるとなんだか嬉しそうだ。それを見て僕の母はまた怒る。怒るけど、これぐーちゃんの好物なんて言いながらご飯の支度をしているから、母もちょっと変わっている。僕の家は東京の西の郊外にあって、父の祖父が建てた古い家だけれど、ぐーちゃんが居候できる6畳間があって、そこでぐーちゃんはぐーたらしている。父は単身赴任で仙台にいて、週末に帰ってくる。ぐーちゃんがいると何か力仕事が必要になった時に安心だからと言って、父はぐーちゃんの居候を歓迎しているみたいだ。ぐーちゃんは家にいるときは大抵本を読んでいるか、唯一の宝物であるカメラの掃除、点検などをしている。全くぐーたらばかりでもなくて、たまに1週間ぐらい留守にするときもある。ぐーちゃんに聞くと、そんなときは全国を回って測量の仕事をしているという。一度家に持って帰った測量の道具を見せてもらったけれど、すごく精密な望遠鏡という感じだった。レンズの中を覗くと、中にいっぱいメモリがついていて、ダイヤルでピントを合わせる。いかにもプロの人の道具みたいでかっこいい。かといって、ぐーちゃんは測量の専門家でもないらしい。僕の母は、ぐーちゃんのそういう落ち着かない仕事の仕方が気に入らないようだ。ちゃんと就職して早く独立しなさい。そうして居候から卒業しなさい。といつも怒る。当のぐーちゃんは母に怒られても、でもまあもう少し、などとわけのわからないことを言う。すると母は今度は僕に向かって、ぐーちゃんみたいな大人になってはダメだからね、と言う。本当に文句ばかりだ。そんなぐーちゃんだけど、僕はぐーちゃんが大好きだ。ぐーちゃんの話は文句なしに面白いのだ。母は、みんなほら話なんだから、そんなの聞いている暇があったら勉強していなさい、と言うけれど、宿題をするよりよっぽど面白い。だから、僕がぐーちゃんの話を聞くときは、大抵ぐーちゃんの部屋に行く。その日も、夕食の後に僕はぐーちゃんの部屋でほら話を聞いていた。でっかい動物の話だった。ゆうくん、世界で一番長い蛇はなんだか知っているか？ぐーちゃんは細い目を目いっぱい見開くようにして僕に聞いた。それは、いつも面白い話をするときのぐーちゃんの癖で、だから僕はぐーちゃんのその表情が好きだ。今日は話のテーマがちょっと幼稚すぎる。とはいえ、宿題するよりはずっと面白そうだから、母に見つかるまでその話を聞いていることにした。アナコンダというやつだね。アフリカの密林あたりにいる。ユウくんは地理に弱いんだな。アナコンダがいるのはアマゾンだよ。現地の人はスクリージュと呼んでいて、これはポルトガル語で水蛇という意味だ。長く太くなりすぎて蛇行するには地球の重力が負担になって水に入ったんだ。泳いでいて出会ったらやだな、飲み込まれちゃいそうだ。そう、本当に人間なんか簡単に飲み込んでしまう。
生きている馬だって飲み込んじゃうんだぞ。ぐーちゃんの話はいつも怪しい。僕が面白がればいいと思っているのだ。そんなの嘘だろ。だって馬の背は人間よりはるかに高いし、体重だって普通500キロはあるって何かの本で読んだよ。アナコンダがいくら大きいと言っても、そんな大きな口は開けられないだろう。ありえねえ。ありえねくないんだよ。ぐーちゃんは変な言い方をした。立っている馬をそのまま大口を開けて飲み込むわけじゃないんだ。まず馬の首のあたりに噛みついて馬をひっくり返す。それから馬の体に巻きついて馬の足の骨をバキバキ折っていく。飲み込みやすいように全体を丸くしていくんだな。それからゆっくり飲んでいくんだ。本当かな？力のこもった話し方を聞いていると、うっかりぐーちゃんのほら話の世界に取り込まれてしまいそうになる。でもその怪しさがやっぱり面白い。ゆうくん、アマゾンの動物はみんな大きいんだ。ナマズもでっかいのがいるぞ。どのくらいだと思う？どうせほら話だから僕も大きく出ることにした。そうだね。じゃあ1メートル。ブッブー。外れの合図らしいけど、まるっきり子供扱いだ。アマゾンでは普通に3メートルのナマズがいるよ。嘘だ。ありえねえ。さすがに頭にきた。僕を小学生ぐらいと勘違いしているんだか、しているんだ。嘘じゃないよ。口の大きさが1メートルぐらいだよ。ぐーちゃんはまた細い目になった。僕をからかって喜んでいる目だ。なんだかバカバカしくなったので気のない返事をした。あ、信じてないだろう。じゃあガラッと変わって、綺麗で小さい宇宙の話をしようか。ぐーちゃんは話の作戦を変えてきた。宇宙の話は好きだ。例えば宇宙には果てがあるのかとか、二重太陽のある星の話とかだ。ところがぐーちゃんの話は、地球の中の宇宙の話だった。北極には1年に一度流氷が溶けるときに小さな氷の惑星ができるってイヌイットの間では言われている。アイスプラネットだ。めったに現れないので、それを見た者はその年いいことがいっぱいあると言われている。童話かなんかの話？いや、本当にある話だよ。見ることのできたものを幸せにするという地球の中にある小さな小さな美しい氷の惑星。いい話だろ？やっぱりありえねえ。俺風呂の時間だし。ぐーちゃんは続けて話したそうだったけれど、母親が風呂に入れと大きい声で呼んだので、それを口実に逃げることにした。ぐーちゃんはやっぱり今時の中学生をなめているのだ。翌日、学校に行く途中で同じクラスの吉井と今村に会った。はじめはどうしようかと思ったけど、馬も飲んでしまうでっかいアナコンダや3メートルもあるナマズの話は面白かったし、氷の惑星の話も本当だったら綺麗だろうなと思ったから、つい吉井や今村にその話をしてしまった。二人は僕の話が終わると顔を見合わせて、ありえねえ、証拠見せろよ、と言った。そんなほら話、小学生でも信じないぞ。そう言われればそうだ。部活が終わって大急ぎで家に帰ると、僕は真っ先にぐーちゃんの部屋に行って、昨日の話、本当なら証拠の写真を見せろよ、と不愛想に言った。ぐーちゃんは少し考える仕草をして、そうだなぁ、と言って目をパチパチさせている。
これまで撮ってきた写真をそろそろちゃんと整理して紙焼きにしないとと思っているんだ。そうしたらいろいろ見せてあげるよ。ムッとした。そんな言い逃れをするぐーちゃんは好きではない。なんかぐーちゃんに僕の人生が全面的にからかわれた感じだ。吉井や今村に話をした分だけ損をした。いや、失敗した。僕までほら吹きになってしまったのだ。それから夏休みになってすぐ、ぐーちゃんはいつもより少し長い仕事に出た。関東地方の各地の川の測量をするということだった。僕は人生を全面的にからかわれて以来、あまりぐーちゃんの部屋に行かなくなっていたから気にも留めなかった。夏休みも終わり近く、いつものように週末に帰ってきた父と母が話しているのが風呂場にいる僕の耳にも入ってきた。僕たちは都市のビルの中にいるからなかなか気がつかないけど、幸男君は若い頃に世界のあちこちへ行っていたから、日本の中にいたら気がつかないことがいっぱい見えているんだろうね。なんだか羨ましいような気がするな。母は珍しくビールでも飲んだらしく、いつもよりもっと強烈に雄弁になっている。あなたは何をのんきなこと言ってるの。幸男がいつまでもああやって気ままな暮らしをしているのを見ていると、ゆうたに悪い影響が出ないか心配で仕方がないのよ。例えば極端な話、大人になっても毎日働かなくてもいいんだ、なんて思って勉強の意欲をなくしていったとしたら、どう責任取ってくれるのかしら。父が何かを答えているようだったが、はっきりとは聞こえなかった。ただ、僕のことでぐーちゃんが責められるのは少し違う気がする。そう思うと、電気の消えたぐーちゃんの部屋が急に寂しく感じられてきた。それから、ぐーちゃんがまた僕の家に帰ってきたのは、9月の新学期が始まってしばらくした頃だった。顔と手足が真っ黒になっていて、パンツ一つになると、どうしても笑いたくなって困った。残暑が厳しい日だった。久しぶりにぐーちゃんのほら話を聞きたいと思った。またからかわれてもいい。暑いから今度は寒い国の話が聞きたい感じだ。ところがぐーちゃんの話は、でっかい動物のでも、暑い国のでも、寒い国の話でもなかった。旅費がたまったから、これからまた外国をふらふらしてくるよ。ぐーちゃんは突然そう言った。でもまあもう少しにはこんな意味があったのか。ぐーちゃんはいつもと変わらずに話を続けている。それなのに、ぐーちゃんの声はどんどん遠くなっていく。気がつくと僕はぶっきらぼうに言っていた。勝手に行けばいいじゃないか。ぐーちゃんはその時ちょっと驚いた表情をした。何かを話しかけようとするぐーちゃんを残して僕は部屋を出た。それ以来僕は二度とぐーちゃんの部屋には行かなかった。母はそんな僕たちに呆れたり慌てたりしていたけれど、父は何も言わなかった。10月の初めに、ぐーちゃんは小さな旅支度をして、居候を卒業してしまった。出発の日、僕は何て言っていいのかわからないまま、ぐーちゃんの前に立っていた。ぐーちゃんは僕に近づき、あの表情で笑った。そして何も言わずに僕の手を握りしめ、力のこもった強い握手をして、大股で僕の家を出て行った。ホラーばっかりだったじゃないか。居候がいなくなってしまった部屋の前で僕はそう思った。ぐーちゃんから外国のちょっと洒落た封筒で僕に手紙が届いたのは、それから4ヶ月ぐらい経ってからのことだった。経ってからだった。珍しい切手がいっぱい貼ってあった。
あの時の話の続きだ。以前若い頃に北極まで行ってイヌイットと暮らしていたことがあるんだ。その時アイスプラネットを見に行こうと友達になったイヌイットに言われてカヌーで北極海に出た。アイスプラネット、わかるだろ、氷の惑星だ。それが北極海に本当に浮かんでいたんだ。綺麗だったよ。厳しい自然に生きている人だけが目にできるもう一つの宇宙なんだなと思ったよ。地上10階建てのビルぐらいの高さなんだ。そして海の中の氷はもっともっとでっかい。ゆうくんにもいつか見てほしい。若いうちに勉強をたくさんして、いっぱい本を読んで、いっぱいの不思議頭になって世界に出かけていくと面白いぞ。世界は楽しいこと、悲しいこと、美しいことで満ち満ちている。誰もが一生懸命生きている。それこそありえないほどだ。それを自分の目で確かめてほしいんだ。手紙にはぐーちゃんの力強い文字がぎっしり詰まっていた。そして封筒からは写真が2枚出てきた。1枚は人間の倍ぐらいあるでっかいナマズの写真。もう1枚は北極の海に浮かぶ見たものを幸せにするというアイスプラネットの写真だった。